はい、こんにちは、佐々木でございます。はい、今日はね、楽器の紹介をしたいと思います。まずね、こちらはね、ウクレレです。で、これはね、ティーズウクレレさんでね、買いました。ソプラノタイプ、一番ちっちゃいね、ウクレレの中でも一番小さいタイプ。これね、軽くてね、持ちやすくて弾きやすい。はい、で、新しい仲間が増えました。はい、こちらです。これはね、カラっていうメーカーのね、ウクレレになります。サイズを見比べると分かるんですけど、はい、こっちがソプラノタイプで、こちらはね、コンサートタイプって言ってね、ちょっとね、一回り大きいんですよ。大きいと何が違うかというと、この指で押さえるところね、ここが広くなって、コードが押さえやすくなったりとか、あとはこの竿のね、長さが違いますよね。音域が広くなりますので、幅広い曲に対応できるという特徴があります。だから男性のね、手の大きさとかだと、指の太さだとかね、すると、このコンサートとか、あともう一個上のね、テナーとかね、扱いやすいかなとは思います。ということでね、また次の動画でお会いしたいと思います。では。